日本国園工業株式会社は、滋賀県大津市に本社を持つ、国園の加工を主とした製造業者。1919年に創業から、国園の加工により、工業製品を手掛ける。モーターのブラシ用の製品は、国内シェアの半数以上に上り、特に一次電池用の電極用塗料や、導電除材ではほぼ100%のシェアである。国園を粗く砕いた原料を、 日本国外から輸入し、用途や注文に応じて0.1マイクロメートルの粉末に加工するほか、これらの粉末を分散させて塗料に加工、またはコーティングする技術を有する。この一例として、リン酸鉄リチウムイオン電池用に黒塩を加工した黒塩導電性塗料を塗布したプライマーコート品を開発、製造、販売を行う。 電池に用いられる材料が海外製の廉価なものの、採用が日本国内で増加していることから、プライマーコート品などの高付加価値な国園をより売り出していくようになった。製造部門と販売部門は分離されており、販売部門は日本国園商事株式会社が担当している。1919年に神戸市幾宅で創業されたが、 精錬をする過程で大量の用水が必要となるため、創業の翌年に、琵琶湖に近く水資源に恵まれた滋賀県を移し、石山に工場を移転する。創業当初は、日本国内に黒塩を機械的に精錬する工場がなかったが、日本黒塩は黒塩精錬法の特許を取得して、巡量黒塩の精錬に成功した。1939年に、 朝鮮の朝中国園工業所を買収。その後は、現在の瀬田工場となる港和国園工業所を、吸収合併している。第二次世界大戦中は、軍需工場として、陸軍航空兵器総局の監督下に置かれていた。1933年に、神戸市吹き合区へ本社が移転していたが、戦災に愛い本社を、石山工場に移す。戦後、 朝鮮の朝中国園工業所は失っている。第二次世界大戦後は国園原石の輸入が増強され、工場の拡張や近代化によって生産機能が強化されている。1957年に販売部門を新しく創立した日本国園商事株式会社に移譲する。2013年には第に合弁会社の NGICO、リミテッドを設立する。ありがとうございます。